先週から五類感染症に移行した新型コロナ今日初めて新しい形での道内の感染者数の発表がありましたこれは新型季節性インフルエンザと同じように道内221の医療機関で集計した1医療機関あたりの感染者数が発表されました今日明らかになったのが今月の8日から14日までの数字 1, 1医療機関あたり4.36人という数字でした これは去年秋の第8波のピークと比べてみますとまあ、およそ10分の1ぐらいであるのが分かりますこの時は45.15人でした最近は微増はありますがほぼ横ばいと見ていいんだと思いますそして今後の発表方法ですが動がホームページで毎週木曜日の午後3時に1医療機関あたりの患者数を発表しますそして毎週金曜日に年代別の内訳などを発表するということです